209型潜水艦は、ドイツのホバルツベルケドイツ造船社により開発された、通常動力型潜水艦。輸出用であり、1967年のギリシャとの契約以後、14カ国に対し、50隻以上が輸出されている。1960年代後半、グッピー回収を受けたアメリカ海軍の第二次世界、大戦傾潜水艦、あるいは戦後に売却された。 イギリス製潜水艦は老朽化の問題に直面しつつあった。これらの艦は世界中で多数が運用されており、これを更新することは至急の課題であると同時に大きな正気であった。これらの更新用としてはイギリスのオベロン級、フランスのダフネ級、ソ連のフォックストロット型などがあったが、いずれもやや大型であり、また運用コストも高くつくことから、 中小国海軍には不敵であった。一方、西ドイツは1960年代初頭より潜水艦の開発を再開しており、1962年には201型、1967年にはその発展型である205型が収益を開始していた。205型は西ドイツ海軍に対して課せられていた排水量の制限をクリアするために、 各種の独創的なコンセプトを導入しており、一方、仮に輸出用潜水艦を開発する場合には、西ドイツ海軍に対して課せられていた排水量の制限にこだわる必要はないことから、205型をベースとした輸出用潜水艦であれば、他国の潜水艦よりも小型でありながら高性能の潜水艦が開発できるものと考えられた。このことから、 205型の開発を担当していた L 社及び HDW 社はその技術をもとにして輸出用潜水艦を開発することとした。この輸出用潜水艦に対しドイツ国防省は209型の名前を与えた。本型は単核構造の耐圧核の,の上部構造を乗せた設計を採用しており、耐圧核は内部に 体圧横角壁を持たない体圧一区画構造となっている。上部構造の大きさは環境によって異なり、ほぼ全長にわたるものからセール直後で終わっているものもある。本型は有名な戦中型の U-BOT-21 型と同様の水中高速型線形を採用している。艦渉はマッコウクジラ状となっており、アメリカがアルバコアで開発して各国が追随した。 球場監視は採用されていない。ただし、本型の発展型として市場に投入された214型では、球場に近い整形がなされている。なお、本型は、顧客の予算と想定される任務に応じて、1100型、1200型、1300型、1400型、1500型のサブタイプがある。これは、最初に開発された1100型を基本として順次。 大型のものを開発していったものであるが、いずれも基本的な構造は同様である。本型において2009年現在までに建造された艦はいずれも主機構成としては、マトゥー社製ディーゼルエンジン4機とシーメンス社製電動機1機によるディーゼルエレクトリック方式を採用している。ただし艦級に応じてその出力は異なっている。また、HDW 社では、 既存の209型に改装工事によって挿入できる非待機依存推進システムを開発している。その選択肢としては、HDW 社自身が開発して 212A 型や214型に搭載しているのと同様の燃料電池システムに加え、スウェーデンコックムス社が開発して、すでに実績を積んでいるスターリングエンジンも用意されている。ソナーシステム、 レーダーシステム及び C4I システムは本型の中でも環境に応じて最も差異の大きい部分である。209型の多くは STN アトラス射製、CS-PRS シリーズのソナーシステムを採用している。例えば最初に発注された209型であるギリシャ海軍のグラフコス級潜水艦では DBSQS-21 ソナーとフランクアレイソナー。 デュークスマイナスにパッシブソナーから構成される CS-83 から90統合ソナーシステムを搭載した。また、2009年現在で最も新しい209型であるヒロイン級潜水艦では、やはり同射性の CS-90 を搭載しているが、これは水中攻撃式装置などと合わせた統合戦闘システムとして e ナス,ス9 0を構成するほか、 非貫通型潜望鏡を装備する。本型の原型となった205型は、魚雷発射管を先込め式で再装填機構を持たないものとするという、思い切った手法により、攻撃装備を大幅に簡素化することに成功した。しかし、排水量にして3倍以上にまで大型化した本、型においては、通常通りに発射管をより再装填できるようになっており、各発射管には、 次発装填装置が取り付けられている。ただし、ブラジル海軍のトゥピーを除くすべての209型では、再装填用の魚雷は6発しか搭載されていない。ため、発射管内に装填された魚雷と合わせて、合計搭載量は14発となる。トゥピーのみは8発を搭載しているので、並走搭載量は合計で16発である。ここに搭載される魚雷としては、多くの国は、 ドイツアトラス社製のスと魚雷とアメリカ製の NT37 魚雷を使用している。また、艦級によってはサブハーブーンの運用能力が与えられていることがある。これは、魚雷発射艦から出される水中発射式の対艦ミサイルで長距離の耐水上火力として強力な打撃力となるが、発射時に時間の位置を暴露することから潜水艦の艦長には 必ずしも好まれていない。なお、この魚雷発射艦は、205型と同様の、魚雷自走発射式である。これにより、魚雷発射時に発生する雑音は低減され、さらに、水圧により発射するための機構が必要ないので、設備も軽量化できる。ただし、自走式以外の魚雷を発射できないという欠点を、有していることから、209型向けとして、外装式で着脱できる。 魚雷運搬コンテナが開発されている。ありがとうございます。